マキナック橋とスタインマンデビット・バーナード・スタインマンはアメリカ合衆国の構造エンジニアである。マキナック橋の設計や多数の著書や施策で知られる。アメリカ国内だけでなく、タイ、イギリス、イタリア、ハイチ、プエルトリコ、カナダ、韓国、イラクの橋にも携わっている。スタインマンはユダヤ系移民の子として生まれた。彼の家族や幼年期については、 六人の兄弟がいた程度のことしか分かっておらず、生まれ年や生まれたちについてはいくつかの説がある。ある説は、ロシアのノブレストのチョムスクで、アシュケのジムユダヤ人の家庭生まれで、1890年代に家族でアメリカに移民したとする。また、スタインマン本人及びウィリアム・ラテガンは1887年、ニューヨーク生まれとしている。生まれは明確ではないが、 育ったのは、ニューヨークのマンハッタン最南端、ブルックリン橋の近くであった。ウィリアムズバーグ橋が建設中であり、19世紀末から20世紀初頭に、かけてはその周辺に特筆すべき橋がいくつもかけられた時代でもあった。スタインマンは、後年、橋に興味を持ったのはそのためであると語っている。スタインマン家は裕福ではなかったので、スタインマンは1906年に、 ニューヨーク市立大学シティカレッジを主席で卒業した後、コロンビア大学で学び、1909年には修士、1911年には土木工学の分野で PhD を取得したほか、3つの分野で学位を取得している。PhD 取得論文は鋼鉄製アーチ橋のヘンリー・ハドソン橋の設計であった。コロンビア大学在学中、 シティカレッジとスタインベセント高校で夜間に講義を持っていた。1910年から1914年まではアイバホ大学で教えたが、スタインマンはニューヨークに戻ることを望んでいた。建設当初のヘルゲート橋スタインマンはヘルゲート橋に携わっていたグスタフリン・レンタールにコンタクトを取り、その補助をするためにスタインマンはニューヨークに戻った。堂々したのは後に ジョージ・ワシントン・ブリッジの設計者となるオスマー・アーマンや他の若い協梁エンジニアであった。この時に共に働いたことから40年以上に及ぶライバル関係が誕生した。当時の収入は月収200アメリカ合衆国ドルから225ドルであった。リンデンタールはデシタル・スタインマンたちにエンジニアリングの何たるかをこう教えた。協梁の設計は優しい。 しかし、経済的な設計は難しい。リンデンタールの下でオハイオ川を渡るスキオットビル、橋に携わった後、スタインマンは、ロンドートクリーク教のアシスタントエンジニアに展示、ついで、ニューヨークセントラル鉄道に展示た。1920年5月、ホルトン・ロビンソンが、共同で、ブラジルのエルシー・リオルース教とも、の、設計コンペに参加しないかと呼びかけてきた。 建築家であるチャールズ・フォーラーに相談した後、スタインマンはこの申し出を受け、1921年に共同でロビンソンスタインマンを設立した。このパートナーシップは1940年代まで続いた。彼らはすぐに契約を勝ち取ることはできなかったが、このプロジェクトや他のものに働きかけ続けた。1920年代初期は社会情勢から、 橋梁建設が困難な時期でもあったそのため、スタインマンは、アーティスティックなものよりは、経済的な橋を目指した。例えば、ロビンソンとスタインマンは、吊り橋である、LC リオルース橋のオリジナルプランを変更し、メインケーブルの代わりにアイバーと称するピンで、結合された帯状のチェーンを使い、それを持って補え合桁の上限を兼ねることを、暗出した。この方式は、 オリジナルのプランよりも材料を大幅に減らすことができる上に剣道性も向上することができた。これによりスタイマンは橋力エンジニアとしての名声を得ることができた。1920年代から1930年代にかけてはとても多忙な日々を送った。その間に主として次のようなプロジェクトに関わった。スタイマンは多くの橋を設計しただけでなく、 事務所が契約を勝ち取れなかったいくつかのプロジェクトにもコンサルタントとして関わった。ギャロッピングアーチと称され、1940年11月7日に風のために落橋したタコマナローズ橋についての調査も知られている。1920年代にスタインマンは吊り橋の振動が増加することについての研究を進めていた。しかし、彼の設計が採用されることはなく、 それに対して不満を抱いていた。九百三十八年、彼は米国土木学会の構造物分解ですでに着工されていたタコマナローズ橋の設計者を聴衆に迎えて調査結果を発表した。やがて実際にタコマナローズ橋は落橋した。スタイマンはサウザンドアイランド橋においてケーブルステーを首都下部からケーブルに向けて斜めにかけることで 吊り橋の振動を抑える方法を採用し、実際に振動を抑えることに成功していたのだが、それが採用されることのなかったタコマナローズ橋は、落橋している。このことは、スタインマンの設計の考え方に、重大な影響を及ぼした、と彼は書き残している。スタインマンの代表作としては、時速三百六十五マイルの風に耐えられるマキナック、橋が想起されるが、スタインマン自身は、 自分が最も思い入れのある橋として、セントジョーンズ教を挙げている。この間、スタイマンは、アメリカエンジニア協会の会長となり、同時に厳格な教育と職業に対する倫理的な規範を持つべしという運動をした。また、1934年には、アメリカプロフェッショナルエンジニア協会を設立し、初代会長となった。1930年代半ばまでに、 スタインマンはアメリカの橋梁エンジニアとしての卓越したプロフェッショナルとしての名声を得ていた。特にナガスパンの吊り橋、彼の設計による橋はライバルであるオスマー,アーマンのジョージ・ワシントン橋やジョセフ・ストラウスのゴールデン・ゲート・ブリッジの陰に隠れてしまった。スタインマンの提案によるニューヨーク・セントラル鉄道のクロスハーバー橋は1940年の タコマナローズ橋の落橋による吊り橋への疑念から採用には至らなかった。マキナック橋1948年からスタインマンと事務所はブルックリン橋の改修を担当した。そして彼の業績として最も有名なマキナック橋の設計にかかった。1950年、ミシガン州議会によりマキナック橋建設のため検討委員会に招聘された。 その検討委員会のエンジニアたちは、ミシガン大学工学部長、アイヴァン・クローフォードによって選定されたものであった。しかし、スタインマンの健康は、優れなくなっており、1952年には、心臓発作を起こす。同年、議会は、資金調達を承認。そのような中で、スタインマンは、マキナック橋の建設に深く関わることになり、1957年、 完成する。同年、スタイマンは、シチリアのメッシーナ海峡を中央景観1524メートルの渡る壮大な橋を提案しているほか、連続トラス構造のキングストンラインクリフブリッジを完成させている。1957年、フランクリンインスティチュートからメダルを授与された。1960年、死去。死去時には、技術史学会の会長を務めていた。 また、彼の事務所は1988年より、パーソントランスポーテーショングループの一部となっている。63歳の時、スタインマンは、試作に興味を抱いた。多くの人々が、彼の作った橋そのものが死であると書き送ったことが、そのきっかけとなった。彼の橋を架けることへの愛が、彼の書くものに反映された。例えば、ザ・ブリッジ、アイ・ビルエブリッジといったタイトルに、 それが見える。スタインマンの詩は、多くの賞を受け、多くの新聞や雑誌に掲載された。彼の指導力は、詩の世界でも発揮され、ウィスコンシン詩作連盟の代表となったほか、ニューヨーク詩作学会の理事にもなった。A ブリジーズ、A ポエムストレッチドアクロスエリバー、A シンホニーオブストーンスチールエライン、フロムヒズポエムブル・グリン・ブリッジ、 ナイトホールスタインマンは多作だったため、完全なリストではない。ありがとうございます。